おはようございます。おはようございます。いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦ミッションヒルズに谷田選手、高山選手やってまいりました。最終決戦第1ラウンドいきます。よろしくお願いします。1ラウンドお願いします。はい、さあ15番ホールにやってまいりました。谷田選手見事に13番難関ホールドバーディーを取り戻しています。フェアウェイ右ラフギリギリのところかと思います。ちょっと右に出過ぎてしまいました。高山選手一つこの辺で取り戻してきたところです。左にフェードがかからずにバンカー方面に飛んでいます。バンカーでワンバウンド目。高山選手少々ピンチになっております。目の前にアボガードバンカーに捕まっています。残り163ヤード。さあこのピンチにどんなクラブセレクションをするのでしょうか。ユーティリティ6U でしょうか。ちょっと顎が気になります。左にちょっと引っ掛け気味です。左バンカーの左にちょっと引っ掛けてしまいました。ピンチです。谷田選手ギリギリフェアウェイに残っています。残り145ヤード。7番アイアンです。綺麗なドローがかかってピンに筋って向かっています。ピンの右にオンしました。ナイスオン。ありがとうございます。高山選手15番ホール第3打目、つま先下がりの難しいラインからのバンカーショットです。さあパーセーブできるか、しのげるか。ふわっと上がって止まるか。ああちょっとボールが止まりづらかった。7メートルオーバーしています。ウリガ選手球筋は筋っていたのですがオーバーしてしまいました。約7メートルのアプローチショットになります。さあピンチをしのげるか。ナイスアプローチ。50センチにつけて、谷田選手イーブンパーをキープしております。さあ高山選手2オーバーを死守できるか。 QT 受験資格を得るためには1ラウンドで2オーバーよりも叩いてはいけません。ちょっと届かない。さあ16番ホール右ドッグミッションヒルズトーナメントコース最難関ホール16番です。ドライバーは左3分の1にフェアウェイ3分の1にキープしなくてはいけません。ナイスショットでど真ん中やや左、木が少々スタイミーになるかもしれません。お、フェードがかかって左3分の1にナイスショットです。第2打地点に来ています。高山選手200ヤード、高山選手はフェードヒッターなのでそんなに
苦しまずに乗せることができるのではないかと思います。ピンの右に乗ったでしょうか。ちょっとピンの右5メートルぐらいのところに飛んできました。高山選手のセカンドショットは綺麗に乗ってフレンドリーバウンドでピンに近づいたようでした。さあ180ヤード、ちょっと気が気にかかる。お、入りますまっすぐのボールでピンの左1メートルまっすぐ飛んでいます。距離さえ合ってればナイスショットです。さあ谷田唯香選手16番最難関16番、ちょっとピンチです。サンディなるか。おお素晴らしいタッチです。おお入りそう。おおナイスショー。ありがとうございます。素晴らしいタッチでした。50センチ見事パーセーブです。高山選手絶対に入れたいバーディーパット。ああ打ち切れませんでした。届かなければ入らないと。でもナイスパーでした2人とも。さあ17番やってきました。イーブンパーでしのいでおります。ここは上空激しいアゲンストになっております。さあ風を読み切ることができるか。お、筋ってます。筋って飛んでいってる。距離はナイスショー。おー近い。アイアンキレキレだね。まあ縦距離だからここは分かんないんだよね。ちょっとね、どっちかいんだか近くないんだか。さあ高山選手風を読み切れるか。ちょっと厚く入りましたがフェードで筋っております。これも筋っている。おおこれもナイスショット。近い、これは近い。ナイスショット。両選手とも風を読んで見事オンしております。バーディーパットになります。惜しい。でもナイスパー。さあ高山選手は是が非でも入れたいパットです。下りのフックライン読み切ることができるか。フックの曲がり具合が難しいところです。曲がりが大きかった。でもナイスパーです。ナイスパー。さあミッションヒルズカントリークラブトーナメントコースシグネチャーホールの18番にやってきました。前方左に見える3本のパームツリーより左は池です。真ん中のバンカーが狙い目です。ちょっと右に押し出してしまった。あの辺りはスタイミーにならない位置だと思います。おこれはちょっと池の方に向かって入ってしまいました。高山選手残念ながら池ぼちゃとなってしまいましたが、ここは気を止め直してなんとか
ファンを撮りたいと思います。ちょっと右に出てしまいました。バンカー方面です。タイナ選手、私の予想通りスタイミーにはならず普通に200ヤード打てるセカンドショットです。おナイスショー、素晴らしい、まっすぐいい感じ、ナイス。高山選手、残り140ヤードですがバンカーに捕まっております。ここからですとピンの左3メートルが狙い目です。筋ってピンの左2メートルぐらいに飛んでってます。ナイスショー、大きい。さあ谷田選手、残り105ヤードピッチング、ちょっと上げてます。んピンの左105メートルに落ちて、ここから右に落ちていくはずですが止まってしまいました。残念。最終18番グリーン近辺に来ています。目の前に見えるのがポピー、有名なポピーポンド。この池に飛び込みたくて世界の女子が一生懸命ゴルフしてます。このおばさんはダイナショー、このメジャートーナメントの創設者です。エンターテイナーです。さあポピーポンドの、チャンピオンズレイクにかかる橋を渡ってグリーンに行きたいと思います。高山選手はパーパットワンピンにつけています。谷田選手は約6メートルか7メートルの下りの難しいパットになります。パーは間違いなく問題なく上がれるでしょう。さあフックラインを読み切ることができるか。思ったよりもフックしませんでした。高山選手のラインも谷田選手の途中のラインから同じようなラインになってますので、あまりスライスしないと思います。パーで収めることができるか。おー、ナイスパーセーブ。ナイスパー。高山選手は見事というかイケボチャパーでした。谷田選手、80センチのパット真剣に読んでおります。入れればイーブンパー。ナイスパー、ナイスイーブンパーでした。お疲れ様でした。